はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤です。血は力なり。はい、今日もこれをやっておきましょう。昨日に引き続き本日もお詫びの動画でございます。撮影日11月の2日土曜日でございます。昨日のですね、動画の中で私、申しておりました萩生田文部科学大臣、名前を読み間違えております。大変申し訳ございませんでした。ということでですね、日本史によく出てくる間違えやすい老いと萩について今日はお話をしてみたいと思います。すいませんね、あんまり謝る気ないですよね。いや、そんなことないです。ちゃんとね、間違えたことは訂正する。そしてね、その訂正からちょっと動画撮ってみようっていうネタ思いついちゃったっていうね。こけてもね、ただではね、起き上がりません。日本史でいうあれですよね、藤原の何でしたっけ今カンニング中です。そうですよね、信濃の国司藤原の信忠のようなね、そういう根性でお話をしてみたいと思います。じゃあ参りましょうか。萩生田大臣、この漢字ってね、すごく読み間違え、喋れてない。この漢字はよく読み間違えます。荻の字と萩の字の違いって皆さん、注目いきますか？ここが違うんですよね。わかります？荻の方は、獣編ですね。草冠獣編、ファイヤーですよね。で、それから、萩の方は、草冠に野木編を書いてファイヤー。萩、秋なんですよね、ここ。はーぎ、あーき、近いじゃないですか。っていうような、覚え方をしましょうっていう、ごめんなさいね。という、覚え方をすると分かりやすいよねっていう、なんかホームページさっきね、スマホで見てました。で、ちょっとそのネタ使わせていただきます。はい。で、具体的に植物全然違うんですよ。おぎっていうのは、これもね、画像検索してみてください。おぎはすすきっぽいような、お花です。一方で、お花じゃないな。おぎはね、草。で、萩の方はお花です。秋の七草に入っております。秋の七草、皆さん言えますか？うん、私ね、ちょっとあやふやだったので、調べて書き尽くししてみました。萩、桔梗、大学受験の桔梗会の桔梗でございます。桔梗は秋の七草。それは知ってました。もう一回行きましょう。萩、桔梗、クズ、ススキ、なでしこ、フジバカマ、オミナエシという七つです。なお、食べません。秋の七草は観賞用です。で、春の七草みたいにお粥に入れて食べる。ね、田舎の子わかるでしょ？すすぎなんかお粥に入れて食べませんよね。こちらは食べません。さ、こんなどうでもいいお話をさせていただきながら、なんでこれ急に動画に撮ったか言ってみたいと思うんですけど、この萩と荻の違いってね、日本史の論述ぐらいでも出るんですよね。日本史に出る萩と荻の使い分けちゃんとできますかっていうのをちょっとやってみたいと思ってね。はい、一緒に埋めていきましょうか。こちら注目です。では、一旦動画を止めて、何かね、紙に書き出してください。これとこれとこれ。これ日本史に出るのかって言われるとちょっとね、置いとこうと思うんですけど、1分。いや、1分取らなくていいですよね。一旦動画を止めて、これとこれとこれ。はい、漢字です。3箇所漢字を埋めてみてください。よろしいですか？できましたか？では早速行きましょう。一番上ですね。五代将軍綱吉の時に出てきました、勘定吟味役、荻原重秀。荻原重秀っていう風に、読みをちゃんと覚えてる子なら、これね、荻の字をちゃんと書く。ね、教科書確認してくださいね。荻の字書くんですよね。荻原重秀。萩生田大臣とは漢字が違いますよね。荻原重秀、勘定吟味役。出目による、幕府財政を、立て直すっていうための収入上げちゃおうっていうことを、言えてないですね。検索をした荻原重秀。で、次これですよね。1876年、士族反乱。いわゆる、長州の萩。長州の萩。萩。音で覚えてる子は萩こっちだなっていうこと埋められますよね。萩の乱です。ですから、草冠に、野木編を書いて、ファイヤー。秋、萩、よく似てるなっていう、萩の乱。はい。出てきましたか？士族反乱ね、細かいもの覚えてますかね？西南戦争は当然覚えてると思いますけど、佐賀の乱とか萩の乱とかありますよね。ね。ちなみにこの長州の士族反乱、萩の乱には、後の昭和の総理大臣、田中義一が13歳で参加してます。
多分ここまではテストいてないと思うんですけどね、田中義一のプロフィールなかなかね、すごいおじさんだなってことが出てきます。はい、ここからはおまけコーナーです。荻野目洋子、ダンシングヒーロー。もう多分ね、高校生に今これ言うともうわかんないと思います。ね、何でしたっけ、富岡高校ダンス部みたいなのが流行ったのもちょっと前じゃないですか。ね、ところがね、地方のね、田舎行くとね、夏休みの盆踊りでね、未だにね、これ踊ったりしてるとこあるんですよね。どこの岐阜県のなんとか市とは言いませんけれども。ね、今年もね、2019年の盆踊り大会これ踊ってましたからね。はい。ということで、荻野目洋子。荻ですよね。多分40代50代は絶対に漢字書けると思いますが、荻野目洋子、ダンシングヒーロー、荻ですよね。じゃあ最後行きましょうか。この黒板の一番右下です。はい、今日は荻と萩の違いをやってましたので、これ漢字で書けますよね。荻や萩です。はい、荻や萩、荻や萩全然関係ないですよね。荻や萩、小さい木と書いて荻さんと、矢萩さんは、岐阜にあります矢萩、神矢萩、矢作ると書いて矢萩という風に、読みますよね。はい、この感じ、まあできてもできなくてもどっちでもいいかなという風に最後は思いますけどね。荻や萩、はい、ということでございました。お後がよろしいようで、終わります。お疲れ様でした。